今日はここで本当だ。うちの近所俺もソフトバンクカードって言ったもんね。今ちゃんってさ、一回カメラ向けると4パターンよ。悪い回撮る。見てこれ、こんなん撮る。あれ。あの田無という駅はですね、もともと JR 中央線が通るはずだったんですけど、昔は諏訪農家ばっかり田舎だったっていうことですよ。あとね、あの旅をする人の終点地点だったんです。馬を休ませて別の馬を提供して送るっていう宿、まあ、じゃあ宿屋が潰れるから。結構むずいんだけどこれ。じゃあもうあれじゃん、行くたびにブランコが。そう、うんうん、あとあの古代でかっ、すごい。やめろ、やめろ。マイファーストラブ。あ、待って、これかわいい。買いたいな、家で。本人さんって何したらいいの？え？何してもいいんじゃない？何やってんの？交換かけた。ちょっと待って、バカだ。もうちょっとやった方がいいんだ。本当にもうちょっとやっといた方がいいんじゃない？話してくださいね、行こう。言われっと。おい、待てー。27だけど
飯食いた。飯食いたい。だからもうあいつら山の中の秘境に住んでる。立候補で金が欲しい。あれはもうその時間が出すと人間が欲しい。同盟会行くの。長野とかそっちの方に行くために交通費が高くなってしまいますが、こちらは埼玉です。東京都の一個隣の県なので近すぎる。教えてもらったの？もしや、すごい鳥。雪降らないだろ。雪降るよ。秩父の人。めっちゃ懐かしい、あの蚊帳の脇に。この前ひでえ目にあったんだよ。何をしたの？え、だから、そこにお辞儀をして、左側、こうやって、で、左に回って帰ってこいって書いてあったから。ねえ、ケーブルあるじゃん。戻ってるの？新東京百景。これがアリだよ。アリなんだ。キツレクとこまでだから割れてない。普通に500メートル以上あるの。これ神社だからさすがに。お団子もあった。お団子。